ニサナム・アワ・イケルは、古代東北地方の人物。生は公。ニサナムは地名であり、公は古代日本の律令国家で認めた、エゾの属長の尊称である。イサーのエゾである大墓格を当てるためと、同時期のエゾ属長であったと見られている。類似国史、延暦11年7月25日上に見える。それによれば、エビス・ニサナム港、アワ・イケルが王家をしって、 入朝したいと望んだところ、それを吉見氏とした朝廷は、入朝を許して、露シの国では創建の軍師300機を持って、国境で迎説し、国家の威勢を示すよう命じた。あわエケルが王家を申し出る半年前、類時国史、延暦11年1月11日上では、伊沢公安氏おいらが、道の区国府に使者を送り、王家に返したいので、エゾが寄港するための、 航路を開いて欲しいと申し出たが、道の区国士は、綾津氏をおいらに物を与えて奉還し、朝廷も今後は、エゾに物を与えないよう命じている。綾津氏己おのれが申し出た1月の時点とあわいけるが、申し出た7月以降では、王家に返したいと願うエゾに対する政府の取り扱いが変化している。類国延暦11年11月3日上によれば、は,は、 ウかぬめコ因果やガヤフ州、キミコベと共に、長岡京へと入京し、長道院で教王を受けると共に、荒ぶる絵像を手名付けた孔を称されて、アワイケルは絵像尺の第一刀を授けられ、天皇は今後も忠誠を尽くすよう宣明をお述べた。ありがとうございます。